国、国政、あるいは維新以外の政党に対する信頼があまり高くないと。維新にとっては飛躍のチャンスだと。私たちに政治を託していただけたら、もっと経済が大きくなって皆さんの暮らしが豊かになる、皆さんと共にそういう新しい日本を作っていく、その指針になるのがこの新しい維新八策になるというふうに考えています。はい、皆さんこんにちは。はい、台本なしです。台本なしです。はい、今日も維新レゴが始まりました。よっしゃー。本日はですね、維新の頭脳、そして政策マエストロと呼ばれております、浅田仁志党政調会長、マニフェスト長をお招きして、今日は維新レゴをお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと前段ですね、私の方からなぜ今日浅田さんに来ていただいたのかということと、この本日発表した、日本維新の会政策提言、維新八策2021、この位置づけについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。先ほど記者会見で浅田党政調会長の方から、維新八策2021という、この基本政策、政策提言を発表させていただきました。これはですね、もう1年以上前から我々、マニフェストプロジェクトチームということで、来たるべき衆議院解散総選挙に向けて、政策をずっと練り上げてきてですね、もうマニフェスト発表今かともう待ち続けていたわけでありますが、ご案内の通りですね、もう任期切れ間近というところで、待てど暮らせど解散しないじゃないかということで、ここはまあ一旦ですね、我々がまとめてきたこの政策提言をですね、この土台の部分ということで発表させていただいて、今後さらにこれをまだ切り出してですね、グレードアップしたものをまたマニフェストとして発表させていただくんですが、今回これはですね、まあ2012年に浅田さんが中心となってまとめていただいた維新八策、まさにこの日本維新の会のオリジンとなっているこの政策をさらに具現化して、10年の時を経てパワーアップしたこの政策提言が維新八策2021でございますので、まあ今日はこの作成秘話とかですね、これにかける思いというものを浅田さんに伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずまあ今日ね、これ今暫定339項目ということで作り上げてきたわけでありますけども、はい、かけてきた思いとか、まあいかがですか、浅田さんは。おときたさんと去年の夏ぐらいから始めて、こねすぎてもう固まってしまって、また水を入れて、こね直すという作業を何回もやってきましたけれども、私は10年前からこういう作業に関わってて、で今回ですね、国、国政、あるいは維新以外の政党に対する信頼があまり高くないという、まあ、維新にとっては飛躍のチャンスだと思ってますので、そこにその今まで古く昔から掲げている項目、それをアップデートしてですね、現代風にアレンジしたものです。おときたさん、東京選挙区から出てきていただいて、私たちはどっちかっていうと大阪関西中心の政党であると未だに見られてるんですけれども、2つの点でね、今回の選挙は維新が変わっていく機会になると思います。で、1つは松井さんとか僕らとか第一世代っていうかな、古い世代から音喜多さん、それから柳川さん、東京ではね、で吉村さん、新しい世代に変わっていくというのと、それから単に大阪だけでなしに東京圏でもこれだけ支持があるというふうな、まあ、全国政党に飛躍する、そういうまあ2つの意味で大きな契機になる選挙であるというふうに理解してます。単に大阪関西が良くなるというんではなしに、日本全体がね、今まで30年間も全然経済も成長せずに、若い方々に本当に気の毒です、負担だけ多くって、30年間経済が成長していないということは、生まれてから30年間ね、就職するまでこうなんか日の光が見えなかったっていうか、ずっと平坦な道、あるいは下り坂を歩いてるような、だから僕らにとってはそういう方々がまた坂の上の雲を見上げながらね、将来展望できるような日本を作って一緒に行くんやっていう思いを持っていただけるような政策集にしたつもりです。今までのその30年間日本の経済が全然大きくなっていないと、したがってその国民所得が増えない、賃金が上がらない、最低賃金が1000円近くになってきたとはいえですね、中国とかアメリカなんかに比べると
中国なんかだともう30倍ぐらいになってるわけですね。アメリカだって3倍ぐらいになってる。で日本は全然変わっていない。でそういう変わっていない、あのそういうその政策を、これまでやってきた自民党政府、それに代わって維新というあの民間経済をもっと大きくしてね、規制を緩和して、世界にこう打ち出していく、そういう新しいその大航海時代の始まりを維新があの舵を切って前に進んでいく、そういうその大きなあの絵を描いたつもりですので、あの熟読していただいてですね、あの自民党は全然違うなと。自民党の今のそのモデルっていうのは、まあ音喜多さんとかのお父さんの世代ですよね。大学出て、新卒の社員が、終身雇用で同じ企業でずっと勤め上げると、それがモデルになってるんですね。だから税制にしても退職金は別枠でそんなに税金がかからないと。で産後被保険者、あの主婦は、奥さんは家で、家事をやると。でそういうモデルをベースに税制にしても社会保障制度にしても教育制度にしても、からもっと広く言うと地方制度までそういう中に組み込まれていると。だからそういう制度を一旦あのご破産にして、改めて新しい制度を作っていきましょうと。日本のモデルチェンジが必要ですよ、日本の CX が必要ですよと。馬場さんはちょっと昭和系がかかってますので日本大改革プランとかね、若干英語入ってますけど、メインがあの日本語で、今風に言うと若い人を対象に言うと DX を通じた CX ですよね。で単にデジタル化するだけでその先に何があるんやと。でその先にはそのコーポレートトランスフォーメーション、今までの制度とか仕組み組織それ自体を変えてしまうようなところまでいかないと、これからの日本の将来というのはありませんよと。でその将来の日本の制度っていうのはここに書かれてあるような項目ですよね。これを中心にこれを実現するような流れで私たちは政治を運営していきたいと。で私たちに政治を託していただけたらこういうふうに日本は変わっていくし、今まで皆さん方が経験したことのない上り坂、あの坂の上の雲を見つめて将来の日本、もっと経済が大きくなって皆さんの暮らしが豊かになる、そういう日本を夢見ながら、ドリームハブトゥルーですよね、夢が実現すると、そういうあの日本を皆さん方が背負っていく、皆さんと共にそういう新しい日本を作っていく、その指針になるのがこの新しい維新八策になるというふうに考えています。はい、ありがとうございます。じゃあ今浅田さんの思いをですね伺ってまいりましたんで、ここからちょっと砕けた話、ちょっと政策の間ね、また中身はまた別途いろいろ動画撮っていきたいと思いますけども、まああの浅田さんと二人三脚で1年以上やらせていただいて、まあ、本当にいろんな苦労があったと思いますので、そのあたりの苦労話というかね、例えばまあ結構マニフェスト PT にしても、まあ、いろんなメンバーがいるわけじゃないですか。でまあ浅田さんはこう党の政策の番人として、まあ、9年前もう10年前から維新発策作り上げてきて、こういろいろ議論していく中で、まあまあみんないろんな好き勝手なことを言うわけですよ。俺はこれやりたいんだ、いや俺はこれやりたいんだわーみたいな、こうやってこうこれを取りまとめるね、なんか苦労みたいな思うことはあったと思うんですけど、そのあたりいかがですか。あのね、それ苦労っていうか、あのそういう提案をしていただくのはあの歓迎です、ありがたいです、うん、でもそのなんかあの霞ヶ関のお役人みたいにね、うん、今のそのコロナ対策がうまくいってないっていうのは、あの現場をよく知らない、現場をよく見ない、うん、そういうその現場から離れた役人が政策っていうか提案している、でそういうところの現場とのギャップがあるんです、だから何でも提案していただくのは結構だけれども、うん、それ以外の選択肢 で、うん、でこっちの方があの今のところはあの人気が高いと、うん、であの 実行可能であると、でそういうふうなところからねやっぱり始めるべきであって、うん、この理想を高く掲げるっていうのは必要ですけれども、うん、実現可能性っていうことを考えて、うん、やっぱり提案していただく必要があるんで、いろいろな提案をしていただいている方ありますしね、うん、であのいいアイデアだなっていうのが提案も結構ありました、うん、けれどその実行可能性っていうのと、それからまあ、あの実行可能性の中にはその財源とか、うん、今やってる制度をどういうふうに改めていくんやとかね、あのこれだけを単に実現できるっていうんじゃなしに、そのなんか罪将棋っていうのかな、うん、
一個取ったらなんか全部壊れますよみたいなのではダメですから、ね、それ全体を考えての提案で、これ壊すの壊すんやったらボーリングのセンタービンと一緒で、ここに当てたらここにこういう角度で当てたら10本みんな倒れますと、そういう提案なんですね。1本立てたら周りにこうなんとかシナジー効果で10本の柱が立ちますよみたいなね、そういうやつを僕らは僕は期待しているし、この10年間そういうあの態度でやってきましたから、まあ、そういう10年間にもいろんな提案いただいてますし、採用したやつもあるし、まだあのその置いてあるやつもあるし、廃棄したやつもありますしね、だからそういう提案というのは非常に重要なことですので、それは歓迎します、まあ、本当元官僚の方とか経営者とか、まあ、民間出身だとかいろんなまあバックグラウンドがあるメンバーで今回話し合ってきたので、まあ、時に意見がぶつかりながらもまあ徹底して議論をして、まあ、最後はもう決まったことをこうパッてやっていくというのがまあ私も一心スピーチだと思いますので、まあ、そういう中で、ね、非常にあの建設的なディスカッションができたかなと思うんですけども、まあ、あとまあずっとこう政策、ね、作ってあのこう読み339作ってるんですが、こう読んでるとなんか読み返すたびになんかこう、あ、もっとこうした方がいいんじゃないかってことを気づいてしまって、なかなか終わらないと。で、ここ2週間ぐらいもずっと浅田さんと私夜な夜なメールをしてですね、こうした方がいいんじゃないかとか、これとこれなんかよく見たらこっち古いよねとか、なんかいろんなこう整合性にこうなんか改善点を気づいてしまったりとかするんですけど、あれ何なんですかね、ああいう苦労というかね。あれはね、結局10時間議論して、で、導いた結論が、よりも当初案の方が良かったねっていうのが結構あるんですよ、だからあのそういうその比較検証するっていう意味でも、あの、まあ、A があればプラン A があれば、A' があって A2' があって B があって B2' があっ て、でいろいろあの提案していただいて比較考慮して、その中であの維新僕たちが求めているものに一番近いやつはどれだっていう、判断ができるんで、そういうまあ議論も必要ですしね、お互いの議論も必要だし、まあ、自分と自分の対話も必要ですし、あの皆さん集まっていただいてね、やる議論も必要だと、さまざまな、議論が必要で、その議論の、まあ、あの結論というか、まあ、この時点での到達点としてこういう提案をしますということですから、それは時代とともに変わっていくものでしょうしね、でずっと変わらんものもあっておかしないわけですから、そういうのの組み合わせだと思います。そうですよね。なんかこうまさにこう議論をし尽くして、もうベストものできたって思っても、まあ、別の人と話してみるとまた違う視点を得たりとか、あるいは1ヶ月間寝かしてみて1ヶ月後に読んでみると、あれなんかもうちょっと良くなるんじゃないって思ったりとか、なんか政策等とそういうことの繰り返しなので、まさにこう終わりなきブラッシュアップというか、アップデートを常に続けていかないとベストものできないのかなっていうことは、なんかすごい浅田さんと1年以上やらせていただいて学びましたね。いやそれでね、あの僕はあのその足立さんとか藤田さんとか、あるいはあまあ東北さん、柳川さん、はい、あの政策に結構造詣の深い方があのおられて、であの国会っていうのはね、どっちかというと政策成長っていうのは目立たないところで、あの目立つところっていうとやっぱり国体とか ね、ああいうところにみんな行きたがって、で成長っていうのはあんまりこうあの日の当たらない部分で、まあ、しかも大事なところと、だから人を確保するのがものすごく難しいんですけど、この日本の維新の会、あるいは国会議員団維新の会っていうのは、そういう方々があの集まっていただいてですね、あの知恵を出し合うという場になってるから、そういう意味でもあの他の政党とはちょっとあの成り立ちが違うなと思ってます。でそれはもう維新があの誇ってね、あのいいところだと思ってます。そうですね、まあ、まさにこの政策通というかですね、そういう議員って、まあもちろんいらっしゃるんですけども、なかなか数が少なくて、で官僚もすごい優秀ですから、結局言うこと聞いてればそれになんとかなっちゃうみたいな中で、やっぱちゃんとした提案出せるというか、そこで戦っていけるような人材というのが必要だし、まあ、維新の中にはたくさんそういう、ね、先輩方がいらっしゃるので、私も非常にあの勉強させていただいてるなと思います。だからあの音喜多さんもそうですし、あの若手のね、まあ、いわゆる吉村世代って言われてる若い方々、でこれからもまた次の選挙を経てね、たくさん出てきていただくことを僕は期待してるんですけども、そういう方々があの、まあ、まずその党内議論やる、そしてお役人に来ていただいて、でその方々と丁々発しやって、でその人が、方々をこう論破できる、論破できる、そこまでこう自分をこう高めて、鍛えていただきたいですしね、そういうその
自信を持って、有権者に接していただくと、うん、いうことがその維新に対する信頼性を高めることにもなるし、はい、あの広くはその政治一般に関する、ね、うん、国民の信頼を高める、うん、ということにもなりますし、そういうその政治に対する信頼というものがあって、うん、初めてあの私たちの時に憲法改正させてくださいと、はい、国民との政府の約束、国家の約束、権利義務をどういうふうに配分していったらいいんですか、うん、コロナの時のロックダウンとか言われてるけれど、うん、実際に国民の権利を制限してしまう、そういうことをやっていいんですか、うん、やってください、そういう信頼があってね、そういう、うん、あのことができるわけですんで、うん、あのそのためには日本維新の会っていうのは国民の政治に対する信頼をあの取り戻すことのできる数少ない政党だと思ってます。そうですよね、まあ、政策集団としてね、うん、我々磨き上げてきて、やっぱこう政策ってのは選挙ではどうしてもなかなか見られないというか、政局の方でね、まあ、政権批判だとか、うん、分かりやすいことばかり字幕を引いて、まあ、こう339とかつけても、まあ、全部読むかなっていうのは少ないかもしれないんですけども、でもやっぱりこうその自分たちの主張のちゃんとバックグラウンドに、担保にはしっかりした政策があるんだってことがあることが、やっぱ説得力にもなるし、まあ、信頼の担保になるということだと思いますので、はい、まあ、私はすごいこの作業に携われてよかったなというふうに思います。まあ、こうしたあの基本政策や政策提言をもとにですね、まあ2ヶ月以内か3ヶ月にはあると思う衆議院選挙に私も臨んでいきたいと思いますが、最後にあの政調会長の方から、その衆議院解散総選挙、まもなくあるであろうと思われる解散総選挙の意気込みを皆様に一言お願いいたします。はい、今回の総選挙、今までにない重要な、まあ、選択を国民の皆さんに問う選挙になると思います。これからウィズコロナの時代、日本がさらにこう成長して皆さん方の暮らしが豊かにするためには、どういう政党を選ぶべきか、でどういう政策集を持っている政党を選ぶべきか、非常に重要な選挙になると思います。私たちの提案に耳を傾けていただいて、あるいは皆さん方が耳を傾けていただけるような広報戦略、あるいは政策戦略を持って、この選挙に臨みたいと思っておりますけれども、とにかく皆さん方の暮らし、将来がかかる重要な選挙ですので、投票にはぜひ行っていただきたいと思いますし、投票率を高めて、その中で私たち日本の将来のことを一番考えている日本維新の会を選択していただきたいと。日本は変わります。確実に変わります。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。まあ、私は自信を持ってお送りするこの日本維新の会政策提言、維新発足2021、まあ、これをしっかりとアピールして主張をしてですね、来たるべき解散総選挙に臨んでまいりたいと思いますし、まあ、これ最後の最後までですね、我々アップデート、このブラッシュアップ、改善していくためにですね、皆さんからまた忌憚のないご意見も伺えればと思いますので、何かお気づきの方はですね、ぜひ私か、もしくはもう浅田政調会長も SNS 等々やっておりますので、ぜひいろんなご意見をいただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。それでは本日の維新で GO でございました。また次回どうもありがとうございました。さよなら。はい、ありがとうございました。